まず今日のイベントの流れを簡単にご説明します。最初に昨年12月に新しく発表されましたナイキのスパイクファントム GX のイノベーションプレゼンテーションを行います。その後スペシャルゲストをお呼びしてトークセッションを行います。ファントム GX こちらのイノベーションについてプレゼンテーションをさせていただきます。今回のファントム GX のアッパーはですね、この新しく開発されたグリップニット、従来のこのフライニットの糸に TPU でコーティングしているんですけれども、この TPU を最適な温度で溶かしてコーティングをすることで、このグリップであったりとか耐候性、耐久性などがもたらされます。そしてさらにより粘着性の高い糸をですね、このアッパーのボールインパクト面に組み合わせることで、必要な箇所に必要なグリップをもたらした、そんなイノベーションとなっております。ここからはスペシャルなゲストを招きしてお話を伺っていきたいと思います。大久保嘉人さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。実際履いてみて、どうでした？履いた瞬間、こうなんだろう、またちょっと違った感覚があって、革が非常にこう柔らかくなってて、そのグリップが効いてたんで、あ、これだと僕あまり革が柔らかいのってあまりやっぱ伸びちゃうんで、こう嫌だなって思ってたんですけど、これだったらこのグリップ素材になってるんでボールが捕まってくれるなっていう、なるほど、ちょっと蹴ってみたいなって思いましたね。これやっぱシュート打つときに捕まるとか足に乗る感覚ってやっぱ大事なの？はいはい、大事でしたね。僕は特に大事で、この足の甲でシュートはあまり打たなかったんで指で打ってたんで、その指で打つってことは本当にあのボールが捕まってくれないと、ボールの回転が変な回転しちゃうんですよ。ただここのグリップ捕まるんじゃないかなって思いましたね。高校時代、はい、まあ、特にまあプロ入る前と入った後ではそのスパイクへのこだわりっていうの変わりましたか？あの変わりましたね。それはどういう部分で？あのね、20歳ぐらいまではもうスパイク俺何でもいいと思いました、全く何も気にしなかったし、な意識もしなかったんですよ、でもそっからねやっぱ徐々にすごいこう神経質になってきて、やっぱここはもうちょっと柔らかくしてほしいとか、ここはもっと皮を分厚くしてほしいとか、なんかこうちょっとしたシュートの感覚で どんどんこう変わってきました、それはナイキさんにこう言ったり、はい、そうですね、ここをこうしてほしいとか、こうしてほしいとか、このかかとの、長さをとか、はいはい、そこまで全く考えたことなかったんですけど、すごく気になるようになって、やっぱりこだわり始めて点が取れるようになったなっていうのは、自分のプレーがしやすくなったなっていうのは感じましたね。大久保さんとのお話はこれで以上にさせていただきます。で、ここからは質疑応答の時間とさせていただきます。激坂の浩平と申します。よろしくお願いします。大久保選手に、質問でございます、はい、大久保選手の本かあとテレビ番組かなんかで見たんですけど、サッカーやるときにソックスを2枚履かれるっていうなんか情報をどっかで見たんですけど、ああそれ高校生の時ですね。あ、そうなんですか。2枚履いてましたね。プロになってからはやられてる？プロになってからはもうあのナイキの5本指ソックスを常に履いてました。それがないとちょっと不安で、5本指ソックスで練習からもやってましたね。5本指の方がやっぱりグッと足の、やっぱ力が入ってナイキのこのなんちょうどいい薄さっていう靴下が、で5本指ソックスが何でもいいってわけじゃなくて、本当ナイキのあの5本指ソックスじゃないと無理でしたね。例えば力が入ります。ありがとうございます。ファントム GX エリートの DF ですねの AG プロ履いていきたいと思います。ボールのタッチがしやすい、あとかっこいい、やっぱタイミングはかっこいいのじゃないとテンション上がらないですけど、かっこいいとね負けが取られないし取られるし、そう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 、で自分のリズムがいいから、まだウォーミングアップですけど、これね、バッターがとにかくやるからね。もう本当シンプルなんですけど、
ションタイプがあって。すごいこのグリップがめちゃくちゃいいね。すごい捕まりが良かったんですけど。大久保選手のシュート生で見れるのはちょっとテンション上がりますね。これというわけでファントム GX 履いていきました。まあ一番のポイントとしましてはナイキグリップニット、このね新しいアッパーでございます。独特の粘り気のあるねニット素材で、開発に3年かかったっていうことの、まあ、最新の素材なんですけども、まあナイキグリップニットのポイントとしてはニットに、まあ、TPU をコーティングして、で最適な温度で、それもねコーティングすることによってサッカーに適したグリップ力を発揮するっていうね、そういったニット素材になっておりまして、しっかり引っかかるし、あとボールも止めやすいしところでグリップ力っていうのをね体感することができました、うん、であとねやっぱその TPU をコーティングしてるんで、耐候性っていうのってね、晴れの日でも雨の日でも、いろんなコンディションでも、まあ、正確なボールタッチボールコントロールサポートしてくれるところで、実際ね水ぶっかけてみたいと思います。はい、うわすげえ、あ結構弾いてる、すげえ、おおこれ弾いてる弾いてる、これはすげえ、レインジェットみたいな感じで弾いてますね。こんな感じでね、水ぶっかけてもしっかり水を弾いてくれるアッパーになっております。はい、あとは今回ファントム GX はハイカットタイプのものとローカットタイプのもの、2つのバージョンラインナップされてまして、プレイヤーの好みに応じて選び分けることができます。でハイカットの方はね、ゴーストレースって言って、あのファントムビジョンの頃の、テクノロジーが復活しましてね、いやもうこれファントム ビジョンやんみたいなファントムビジョンのいいところが引き継がれつつ、あの頃よりもアッパー柔らかくなって、より履きやすくなってるところでね、ファントム GT とかのね、そういったスキルみたいなところも組み合わさりつつみたいな感じで、そういった感じでこのハイカットの方は非常に面白いスパイクになってるなっていうね印象を受けました。であとローカットの方は足首すっきりするんで、こっちの方がやっぱり足入れとか着脱も楽ですし、いや快適な履き心地でしたね、うん、新型のアウトソール、これもポイントになっております。グリップ力めっちゃいいです。はい、かなりスタッドが芝に引っかかってくれるんで、小刻みなステップワークするときとか、アジリティプレー発揮するときにもスタッドがシャープに地面捉えて、そこからクイックに足運びできるみたいなイメージで、うん、あとね見てもらえば分かるんですけど、このなんかジグザグのフレーム構造、通称アジリティフレームっていうものが搭載されてまして、適度な剛性とかちょっとした反発感を持たせるために、役立ってるっていうね、そういったソール設計になってるんで、こうアッパーも進化してアウトソールも新しくなってるところで、ファントム GT からはもうフルモデルチェンジしたってところの新作のナイキスパイクってところですね、うん、そんな感じで今回は駆け足になっちゃいましたけども、ファントム GX レビューしていきました。いやーね、ファントム GT もまあいいスパイクだったんですけども、今回ファントム GX はうん、やっぱフルモデルチェンジしてるんで、でやっぱゴーストレースがね復活してくれたの個人的にはあの嬉しかったりもするんで、なんかこうまたこう面白いスパイク出たなっていうね印象でございます。はい、というわけでここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画がなんかちょっと面白かったなとか、ちょっと参考になったなとか思いましたら、高評価とかチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回のところでお会いしましょう。スパイクマイスター、ゴーでした。